過ごしたな。で、それで、なんだろうな、スッキリ出て、はい、よかったってことじゃ話そうか。おうおう、そうだよ、それちょっと聞きたい。いい子だね、そうだよ、それをみんな聞きたいね。いい子ちゃん。スッキリ、スッキリの、その、出たこと自体は、そんな良くなかったんだよ。その後の、うん、マジっていうか、エフェクトって反響がね、すごいあったの。例えば、うん、例であげるんだったら、ヤップの、その、まあ、注目ランキング、っていうのに、最高グラミー賞の1個下の2位になった。あー、そうあったね。トレンドのね、その、まあ、自分が木下大志っていうのが、その2位ランキングしてた大志君が6位ぐらいに入ってた。そういう、自分に関連することが、その、トップ10ぐらいの間に3、4個入ってた。あー。それ日本中では注目者かっていう意味で言うと、まあ、良かったかなと。あとは、しゃべくりに出てたのかな。あ、そうなの？おー、確かにね。であとそのしゃべくり7で、まあ、そのクリームシチューさんとか、うん、ちょっとゲラさんとかっていうふうにその会えたわけじゃないか。そうだね、確かに、まあ、自分がテレビ見たりとか、そういう意味で言うと、まあ、その自分がトーク力あるってことはもうそこで示したりもし、あだったらその受験で勉強してたってことでクイズ番組2回ぐらい出たのかもしれない。確かにそうだね、あったね、うん、でもあのおかげでテレビとも出させてもらったからね、うん、増えたよね。スッキリを、まあ、その後にして、その出れたっていうのはやっぱりいいことだったかなと思いますよね。そうだね、まあお父さんの分身法で全くなくなったね。あんたのせいでね、あんたのせいでね、本当に文春には責任取ってほしいなって、まあ勝ったんですけどね、まあ勝ったんですけど、本当に文春は、まあ、勝ったけどなんか恨み消えんなって感じだ、ね、違うんだよ、だから売れればいいんだから、あそこはほんまにそういう気持ちだね。人の家庭が壊れても関係ないんだね。もう裁判勝ってもなんか気持ちは晴れねえなってことなんか不思議だね。まあそう思ってる人まだいるからね。そうだ、いっぱいいますね世間にね。まあいいんじゃない、家族が信じて、信じてれば。まあ確かに、あ、上半身裸で勉強してましたね。皆さん覚えてますね。今でも変わらないよ。いや確かにね、あと次々読んだよ。だけど本当に大変だったのは高校受験の方が大変でしたね。まあそうだね、もう僕がアル中になるぐらい大変でしたね。そんなの勝手に飲んでるだけだから。いや、やっぱりさ、中学受験はもう受かってたからね、あらかじめ受かってたからあんまりこうプレッシャーにならなかったけど、高校は受かってなかったからね。9校持ってて、やっぱり JJ はそうでもなかった。中学受験の方が大変だった、高校より。いやでも正直めっちゃ微妙なラインで、もう仮に誤差があるとしたら51対49とかそんなレベルで、あ、両方そんな感じで。なんでかっていうね、まず、うん、中学受験でいうと、まあ、それがなんだろうね、日本の学校でいう初めての受験だったんですよ。ああ、そうだね、そうだね。あれ止まった JJ。 止まってる。日本の学校でいう初の受験だったんで。うんうん。だからそれ切れてる。あ、切れた。あら、じゃあちょっとリクエスト、リクエストしようか。あれ全部止まってる。こんなことあんの。これついてるかな、もしかして。あれ確認したんです。でも、みんなの方コメントはい、ありました。映ってない。いや、招待したく来ると思うよ。あ、そっか。あ、来た。はい、あらららら、ら、ボケちゃん、なんで止まるんだ。まあ、そのままいなくなってもよかったんだよ。そうね、時間遅い。大丈夫、まあ明日休みだもんね。いや、休みだからとかではなくて、単純別に今の話がそこは重要じゃないんだ。そんなことない、重要だろ、お前。重要だよ、だ興味、自分の自己満で喋るんじゃないんだから、こういうのは聞いてる人のにこう沿うようなのがインスタライブじゃないの。一方的なテレビじゃないから。そんな話してさ、ちゃんと覚えてる、一言一句覚えてるじゃん。なかなかやるもん、ね、いないよ、もちろんいないよ、そんな人、ね、言った本覚えてないっつうの。まあだから、まあそのさっきの話の続きを言うとしたら、うん、高校受験はその要は、まあ、不安定な状態でずっと常に受験をしてたし、その、まあ、本来春休みが来てな、まあ、自分の中学の同士とかと、まあ、会うっていう、うん、そのそれが本来多かったはずが、自分が受験を、まあ、何校も落ちたっていうせいで、まあ、周りと関係、まあ、なんていうのか、まあ、まあ、遊べなかったっていうことでいうと、まあ、しんどかったな。でも結果的に現在がいいっていうことは、その過去があったから現在になってるからさ。そんなことはもう全然分かってて、それは別にいいんだけど、何て言うかな、まあ、そういうのは瞬間的な話やで、
長い目で見たら自分の人生結構いいこと多いのは分かってるんだけど、うん、まあその時はしんどいな、その現場。そうね、 ING は結構きついな。あれ、また止まった？止まってない、黙ってるだけ。もう眠たいでしょ。全然寝なさい。これからまだ勉強する。あら、いい子ちゃん。いや、そりゃそうだ、勉強するだろ、まだテスト前だから当たり前でしょ。テスト前ってそんな遅くまで。テスト前になった時ないから。テスト前ってまだ通うからだからね。まだ全然時間はあるとは言え、期間があるって2日目ほんとやねんね。あ、固まった、JJ。 何？あの、あれ、毎日何時間勉強してんの？学校以外。1週間は学校以外ね。自分が体調不良を起こすと学校行けないのね、今。え、行ってないの？いや、行ってない日数が2日間ぐらいあって、おちゃんで、最近結構調子崩しがある。ねえ、なんで？意味がわからない。意味わかるじゃないか。体調なんて崩すの？知らないよ、そんなの。体調なんて崩した時ないからいい。体調崩す意味がわからない。いや、その方がおかしいから。おかしいから。体調崩れた時ないから。いや、そこに怒るんじゃない。そこは全然自由じゃなくて、だから学校にいない期間も、じゃあずっといろいろしてるから全然そんなことなくて、体調が悪くても勉強はしないといけないから、その継続しながらね。らそれで言うと、1週間は、まあ、アベレージ7時間ぐらい。もう。学校行ってないからダメ。これやらないから。まあ何時間勉強しても1時間でもいい結果を出すってことだもんね。たくさん勉強したからいいっていうの、結果が良ければなんだよね。ああ、どうぞ。そう、まあ、1時間でも結果が良ければ。ちょっとテスト前だからみんな気についてるから。そうか、やっぱみんなそうなんだね、そこの学校はね。まあそうなるよ、当たり前やね。年に寮の寮でちょっと問題が発生したから。え、どうしたの？何？ダメだよ、余計なこと言ったら。自分じゃないけど、そのまあ一貫生、三類生ね、三類生かな、が、まあ、喧嘩してて。え、そのまあ、自分の量がすごい音が響く。まあ要は、例えばその、まあ、災害というかさ、問題を起こった時にすぐ先生が分かるようにっていう意味では、一点あるんだよ。その代わりに、その喧嘩とかする勉強してすごい響くわけ。うんうんうん。だから、何だったかっていうと、喧嘩してて、で一人が部屋の中にこもっていて、片方がそのドアをバンバン殴ったり蹴ったりとかしてクソ引く人だった。うん。でそれで先生にちょっと叱られたっていうのがあったわけよ。あ、そう。まあな、喧嘩でも喧嘩するだけパワーあるってことだな、それ。勉強してないんだよ。一貫生ってなんかあんま勉強してないんだよ。してる人はしてるけど、あんましてない人してない。だってあんた勉強してるけど、ドアに当たったりするんじゃん、バーンとか。何だよ。イラッときたら。それ生活に問題しか、それ前からずっとそうだよ。ねえ、そういうのやめようよ。私もやるけど。人殴るよりマシでしょ。まあそうだけど、ドアが壊れても嫌だな。あ、そう。冷静にイラッときたらもう口ぐらいのもんですね。まあダンキーが揃ってっかね、うちの家族ね。おっと、ならないよ。三類あるあるって書いてる人いますね。三類のこと知ってらっしゃるんですね。一貫生って中学の頃がずっといるから、そういうのはやっぱ起こりやすいです。まあ人の振り見て我が振り直せっていうぐらいで、良くないというものは自分がやらなければいいんだよ。自分は正直今今回のはちなみに溶接室が今出てるんですよ。うんうん。あのね、ダディ毎日やらしくどこどこの学校出てるとか言ってるよ。うん、まあ、まあ、今すぐ出てるから、まあ、は自分の館長補佐と話したんだけど、うちはそもそも周りの人とあんま関係持ってない。それでこっちに鎖国みたいな状態なの。もう鎖国心かなり低いって話をした。あーね、ここ数字が見えないんだけど、遅くなってるけど、みんな大丈夫なのかな。もう580名からですね。ああ、もうそろそろ寝たいんじゃない、みんな。ジョガさん寝たいんですか？私寝ない。あ、でも昨日12時頃寝ちゃったよ。じゃあ11時半に終わりましょう。はい、じゃああと、うん、あと10分ね。あと10分。もうこの数字が見えないから、もう老眼だ。なんか言いたことないの入れて。いや、だからスッキリの思い出を今話したんで。あ、で終わった。 JJ 君まだ、 JJ 君ジャカさん話してないですよ、スッキリの思い出。まだ話してないですよ、思い出。
だからまあ自分の子供が大変な状況って分かって見てて、テレビ側の頑張んなきゃいけないのも分かるから、挟まって大変だったなっていうのは。いや僕はね、福井さんよく我慢してあんなにやってくれたなと思いますよ。まあ自分の成績だから。いやそうだけど、相当取ってたよ。だけどね、取りすぎだから。でも福井さん言ったのは、長い時間取る理由は必ず JJ は名言を残すと、それを取りたいんです。例えば木下革命を起こすって言ったのもあったよね。だな JJ あったよね。正直その考えで別に何の名言ない、うん、いや木下革命を起こすって言える、6年生が。いやびっくりした。あれねえ、見えるって生意気なんだよ。生意気で、いや本当にびっくり。だからそういうのをやっぱりほら取る側はさ欲しいわけだよ。でも JJ 絶対言うんだよそれを。なんか言うんだよ一つ。成し遂げた時に名言になるんだからね、うん、さあそもそもなぜ取材を受けたのですか、きっかけは何ですか。これはね、あの芸能事務所の方にまあオファーが来て、もちろん JJ にちゃんと聞くんですよ。僕はどっちかというと受けない方向だったんですよ。ジャガーさんもいやちょっとこれは無理じゃないのって言ってたんですけど、子供だからねやっぱね。 JJ に言ったところ、もう今でも覚えてます。 JJ 何て言ったか、リスクだねーやろう。JJ 覚えてないだろ。自分で言ったんだからね。覚えてないだろ。リスクだねーやろう、こう言いました。即答だよねある種ね。いやその頃から秒です、秒で答えてましたね。すごいな。まあ本当にいいのって聞いたの覚えてますよ。いや本当にね、あれすごいなと思ったね。でもあなたが立派な大人になった時には全部のこの家庭を越したから、そのあなたができたっていうことなんだから、うん、このことも絶対良かったって思えると思う。なんかね JJ の中で今日ね、うん、悩みがあるんで、なぜかというと、うん、JJ 自身ね、うん、やっぱりジャガーよくなる子供だっていうことで世間はこう盛り上がってくれると。じゃあ自分自身何か成したことがあるかっていうと、うん、それがねなんか自分の売りがなんか自分自身わからないというようなことでちょっと悩んでるんで。有名人の娘息子はみんなそうなんじゃない。いやそれでね僕もこう言ったんですけど、あの結婚した当初やっぱりジャガー横田と結婚したってことでね、みんなこう世間が騒いでくれて、だけど自分が何もなければそれで終わっちゃうね。一時的にバッとこうなるかもしれないけど、それでも終わってもそれの後出ない。だけど YouTube で頑張ったわけじゃん。 YouTube 頑張ってませんけど、まあ、いい。結婚した頃何20年前ですよ。何を言ってんですか。なんかね20年も経った気がしないんだよ、ね、なんか今でも初歩的な喧嘩するから思わない。いやだから僕は思うんですけど、だから JJ もそうだと思うけど、ジャガイコだの息子っていうだけだったら一瞬ですよ、一瞬出てまたすぐ落ちると思うけど、だ別人間だから。今ねこんだけ僕よりもジャガーさんよりもヤフーニュースにバンバン出るっていうことは、やっぱり何か持ってるから出るんだよやっぱりね。持ってるんじゃないんじゃないですか。単なりねジャガイコだの息子だけだったら、いや私はネタがないから出る。それはもうね出ないですよ。それはもう無理なんですよ。ネタがないから出るだけだよ。だから自分で芸能人になりたいわけじゃないでしょ。だってもっとなんか、まあ、その自分の、ね、担任の先生もそうだし、はい、まあ、そのまあ、まあ、共感できてる役目もそうだったんだけど、うん、まあ、ウィキペディアだけに限らずね、その人に何かね、あのこういうことしてるよねって言ったら、その何かをリプレゼンするってもの、例えばジャガーさんだったら、まあ、プロレスをリプレゼンするじゃないですか。はい、だからその例えばそのなんていうのかな、自分が何かを発明したとか何かを発見したとかってさ、その何かの JJ にならないじゃん正直今の話は。まだジャガー横田の息子と思い出すよね。まあね、そこをそのどっからどうやったら出せれるのかっていうとか、ね、その JJ さんがそうじゃないし何々ですけど、そういう感じの見出しっていうのを自分自身今後逆ニュースを出す中でそういうふうに書いていきたいよねっていう話。だから別にくだらないのが多いからね。いやちょっとね贅沢な悩みだねそれはね。すごく贅沢な悩みだけど、まあいつかそうなるよ。あのね、なろうなろうと思ってなれるもんじゃないんだと思うよ。例えば私がプロレス入ってチャンピオンになろうなろうと思ってもなれない人もいっぱいいたわけで、なんか一日一日を着実にやっていれば、うん、結果っておのずとついてくる、うん、と私は思ってるわけ。頑張ってクビにならないように頑張っていたから、気づいたら腰にベルトを巻いてたみたいなのがあったので、だからそういう心積もりでいれば必ず結果っていうのは続いてくるから、
あまりこうなろうなろうと思っても空回りすることの方が多いから、今をしっかりと自分が何をやりたいのかっていうことを鮮明にさして、それに対してそれを鮮明にならないんだよ、そんな無理なんだよ。だから今じゃなくて、だから今じゃなくて、そういうことを隅に思ってたら自分のやりたいことっていうのはこれから見つかるわけじゃん。いつか見つかると思うけど、無理なんだよ、ジャガーさんの言う通りやるのは。例えば努力すれば絶対報われるかったら、そんなことないよ。報われない人っているんだよ。違う、もちろんね、全然いるんだよ。だから努力してもね、中の上までしか行かないかもしれないけれど、あの努力は絶対に報われる、これはない、これは本当にないです。ないけど、しなかったら報われません、そもそも。しなかったら無理なんですけど、しても報われるとは限らないです。報われるかもしれないです。 あれだな、私努力だけは諦めない気持ちだよね、うん、やっぱり諦めない。ジェジェどう思う？え、聞いてなかった？もう半分寝てんね、あんまり分かんない。一択の考え方が、報われるまでが、報われだからそれを努力と言えるか、努力が定義だよ。そうね、自分は正直どちらかというと、その嫌なことをまず無理やり頑張って何かをするっていうよりかは、自分の好きなものをもう究極に何かやるっていう方が、なんか一番最短距離なのかなと思います。ね、読んであげない方が一生懸命書いてくれてるやつ。読んでますよ、もちろん。JJ 君は今後何かを成し遂げるタイプだよ。うん、うん、なんだって欲しいですね。本当積み重ね大事ですよ。我が家もそれができない人がいます。すごくきちんと考えてるね、JJ 君はまだ高1。これからだから焦らずにね。まあでもそれはそうなんですね。その年齢とかじゃなくて、もう、うん、もう今からこうなんだろうな、そのある程度ちょっと絞っていった方がいいかなって思うんだよね。うん。でもまだ何も経験がないじゃん。経験していかなきゃいろんなことを。最初から成功する人がないじゃん。言ってないけど、だからそうじゃなくて、だからそのある程度さ、何も考えずに人生を生きてたらすぐ死ぬわけよ。あ、そうよ。それはね、絶対ダメ。もうそれ最悪、最低。だからね、普段から意識で考える習慣つけなきゃダメ。ある程度何かしらをその考えつつ、その人生1年1年1年っていうのを、まあ、踏んでいくべきだと思うんだよね。その通り、絶対そう。でも考えるべきことをもうだんだん絞っていかないと、あれこれ考えてもしょうがないじゃん。いや、もう最初はね、何でも考えるべきよ。余分なことも考えるじゃん。あのね、それが成長につながるんだよ。まあ若い時はね、やっぱりそう。さあ、努力は報われることばかりじゃないけれども、努力した過程を生かせばいいと思う、うん、その先が大事。まあそれもそうだね、うん、過程大事だね、確かに。みんないいこと言うね、ファンの方ら。なあ、似た人が揃ってくるから、うん、でも確かにそうだと思うの。家庭大事だね、うん、多分ね、あの同感と思う人がこの YouTube を見てくれるわけだからね。そうね、うん、こんなに話し合える家族はあまりないです。素敵です。努力すると生きてる喜びを得られますよ、うん、でもね、ただ生きてるだけじゃ一番ダメなのよ、やっぱり。いや、本当そう、僕もそう、ゼミ生にそう教えてます。もう考える癖をつけてほしいと。あとね、今こう疑問に思ったら速攻調べられるわけ。これはもうすごい大きいですよ。そうだよね、私さえも調べられるから。何でも調べられる、すぐ瞬時に調べる。昔は図書館行ってまず本があるかないか、そっからですよ。めちゃくちゃ時間かかったんです昔は。だから JJ なんかも速攻調べるから、なんか知識がどんどん溜まっていくの。 JJ ね、いや今の人はみんなそうだよ。 JJ だけじゃなくて本当にそう思うよ。羨ましい、うん、どう JJ。 まあそれはそうだと思うんですけど、うん、まあ、一個あの、まあ、それで、まあまあ、今日トイレしてる時にちょっと一個思ったことを言っていい、うん、はい、あのインターネット関係で言うと、おそらく7歳か8歳ぐらいだったと思うんだけど、まあ、その、まあ、自分が親に対して一番嫌悪感を持ったことをちょっと言っていい。嫌悪感、おお、自分がまだ iPhone 持ってなかった時にね、はい、まあ、自分が実携帯で、まあ、iPad しかなかったの、うん、で、どうしても Twitter やりたかった時期があったり、うん、情報しまで全部好奇心だね、要は、うん、やりたいことがあって、その始めたいってなった時に、まあ、今だったらもう分かるけどさ、まあ、メールアドレス必要じゃん、iPad 全部インターネットのさ、ビジネスの端末って、うん、で、自分持ってなかったよ、はい、当時当たり前だよ。そこで、
自分でやりたいやりたいって時に、いやこれエルデスさんできないんだよっていう時に、作り方わかんないし私は諦めないって言われた時に、ちょっと一番絶望したかな、俺に対して。あの全く覚えてませんけど、メールアドレスあっただろお前当時。ない、持ってない。本当？なんかあったような気がするけどな。今あるんだからいいだろう。だ要は SNS の端末はもあの初めてなかったし、だけど別にそれ、うん、メールアドレス使わ持ってなくても別に物を調べられるから。ああそうだね。だから正直必要としなかったんだけど、その作り方も知らなかったから、調べなかった自分は悪かったんだけど、その親に頼った時に思ってた回答と違った時が一番。自分ねえ時代だから、そんなその時なんかお前にはそれついていけないよ。まだ今だ提案してくれてたから、まだあのね当時は本当に反省してる、お父さんも本当に悪かったと思ってる。全然反省してない、早めに傷携帯も与えてと思ったよ。あいいんだろ、だからそもそも頼ってなかったあそうざけんな、そもそもだってジャースインターネット疎いってことは当時は分かった。インターネットを自分で調べると思わなくて、あ、それはね、本当に悪かった。あの、いつからかな、お前に対して本当に悪かったなと思って反省して態度改めたんですから。子供の時面倒見なかったこと、小学校5年生ぐらいからかな、6年生からかな。あんた本当に悪いなと思って。向き合ったの中学ぐらいからかな。 JJ 的にはいつからお父さん向き合ったと思う？小6じゃないですか、もうかな。受験だよ、受験近くのってやっぱ境からずと会話してたんです。だからそのこんな感じで誰と喋ったっていうビジョンは、うん、自分が6歳とか小1小2の時は全く見えなかった。ないね、お父さんの記憶ないね。そもそも会えなかったからね、誰と仕事忙しいね、今も忙しいから。いやだから俺ちゃん当時さ、その夜遅くまで起きれなかったから。そうだね、もう9時とかもう8時ぐらいだもんね。ダビーはそれぐらい遅い時間帰ってたよね。そうだね。で、朝すごい早いでしょ。だからそうだね、そもそも仲だったっていうのは、そもそもいや、なおさら会話もしないから、もう前も言ったけど、親戚のおじさんみたいな感覚。いや、本当にね、申し訳なかったと思って。他人だよ。本当に反省して、本当に反省して、そこは本当に反省してるよ。悪かったなと思ってる。やっぱりね、もっとお前と話、あ、当時から話し合えばもっと良かったなと思ってるよ。あ、そしたらあんたのせい、変わってたの。言語の発達やん、おちゃんこれさ、何回も言ってみんな知らん、おちゃんさ、アジア人の顔だから、まあ、そのなかなか知らないと思うんだよ、おちゃん。母国語は英語だからさ。いや、本当にね、日本語があんまりできなかったから、言えなかったってのを知らんかったから、いや、本当申し訳ないと思ってる。本当にね、やっぱみんなすごい、自分でもすごいなと思うんだよ。これ自分勉強した日本語だから。そうだよね、勉強した日本語だよね。ここまで上手になると自分でも思わない。本当に変だったね、小学校4年生の時の日本語は。もう40分になっちゃった。あ、じゃあそろそろ、じゃあ JJ 閉めて。で閉めてじゃん、あんたは閉めんだよ。いや JJ いいんです、あんたのあれじゃん。いいからもう何じゃあ、皆さん、おそらく来週はそっちの、東京の方で。あ、そうだね、来週は3人揃ってたね。どうしてもいかんちゃん、もう1週間切りましたね、もう帰ってくるまで。土曜日ない、ないです、ジャガーさんないです。ライスさんない。金曜日がクライシス工業です。大丈夫ですか、ライスバージャガーさん、大丈夫ですか、頭整理しましたか。なんで整理じゃなくて、私が当たり前と思って寝るの。クライシス工業の宣伝したらいいんじゃないですか。あまり入んないからいい、人数が入らない狭いところだから。25日ね、ありますね。はい、 JJ 君25日帰って、25日だろ、 JJ 帰ってくるの間に合わないんだけど。それで多分ね、めっちゃ早く帰ると、何でかっていうと午前中に終わるからですとか。あ、じゃあクライシス工業見に行けるじゃん。25って試験なの、まだ。そうだから、おじいちゃん火曜で、それで祝日挟むから、うん、か、もう普通になったよ。じゃあクライシス工業見に行けばいいじゃん。何時から？夕方だよ、3時からしかある。だって、お茶なくて、多分宅台は多分12時半ぐらいなんて出れるから。おお。でもでそれで、大体75分ぐらいしてみて、だからそしたら3時ぐらいだからいいんですか。もうジャガーさん嬉しい、これは。ね、嬉しいんじゃなくて、まどろこしは私早く行ったら、JJ 暇だし、私早く入んなきゃいけないじゃん。だからなんすか、だからなんすか。自分で入るな。はい、じゃあ JJ 君閉めてください。うん、今日もありがとうございました、遅くまで。
お付き合いいただきまして、来週は自分が実際その東京の場に出て、皆さんとお会いできると思いますので、また次回のライブもしくは動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。